韓国チェジュの小学生が授業中、教師のスカートの中を違法撮影していたことが分かった。28日、チェジュ密市教育庁などによると、チェジュ市のある小学校で6年生の児童が今年7月6日、スマホカメラを利用し授業中だった担任教師のスカートの中を隠し撮りし、被害を受けた教師によって発見されたという。直後に確認すると、この児童による違法撮影はこの日が初めてではなかった。教師は児童のスマホに20数枚の違法撮影ものが保存されていることを確認。その後、消防力被害者支援機関を通して警察に通報した。学校側は、まず教師の要請に従い、児童とこの教師を引き離した。ただし教員の地位向上及び教育活動保護のための特別法に関する規定がない関係で、被害者である教師に休暇を与える方法を取ったという。事案の調査後、学校貢献保護委員会は同月15日に会議を開き、児童には小学生児童に対する最高レベルの懲戒にあたる転校と特別教育7日間の履修、児童の保護者には特別教育2日間の履修処分を下した。なお、被害を受けた教師はチェジュ密市教育庁より法律相談や心理相談と治療などの支援を受け、児童が転校した7月末以降に復帰したと伝えられている。